阿保市駅は兵庫県姫路市阿保市区和久にある西日本旅客鉄道山陽本線の駅である。駅の西に阿保市総合車両所があり、送り込み改装を兼ねてこの駅を始発、終着とする大阪、京都方面への列車が多く、夜間対泊を行う列車も多数設定されている。駅構内や車内でのアナウンスはアクセントが阿保市だが、地元でのアクセントは阿保市である。 直営駅かつ愛子か利用可能駅。金な2文字の電報略号は、星であり、阿保市総合車両所に所属する車両に書かれている。ホーム12両編成対応の短式ホーム1面1線と、島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、京乗駅で停車場に分類される。1番線が上り本線、2番線が下り本線。 三番線が上下副本線である。このほか三番線の南側にもホームのない対比線が付設されており、主に姫路駅から改装されてきた入庫列車が使用している。このほか北側のホームには工事用車両のための切り欠き線がある。駅北側の構内は空き地である。南口あたり駅泊まりの列車の多くは三番乗り場で乗客を下ろした後、 阿ボシ総合車両所に引き上げとなる。当駅始発列車は出庫後1番乗り場に入る。また、3番乗り場で直接折り返す列車も存在する。1番乗り場が車両の連結作業に対応していないため、長時間帯は、晩州阿コ発及び、上氷発の新快速も3番乗り場に停車する。3番乗り場から出る、下り列車は、車両基地への入庫改装のみであり。 ダイヤが乱れた場合で使用される場合がある。2000年のアボシ総合車両所解説に伴い、当駅、車両所一体の配線変更が行われ、下り本線が3番線から2番線に変更された。ダイヤが乱れた場合、ごく稀ではあるが、愛よ方面からの電車が、姫路方面まで運転せずに、当駅止めとなる電車も存在する。上り列車は、日中1時間あたり4本あり。 うち2本は、姫路行きの普通列車である。番州阿光から来る列車で、11時台後半以降は、姫路にて新快速と接続する。あとの2本は東駅始発の列車で、西赤市から快速として運転する大阪方面への普通列車である。基本的には、姫路駅にて新快速と接続をするが、特急列車の運転の兼ね合いで、10分以上。 接続時間が生じる列車も存在する。朝晩は、岡山方面からの列車に加え、当駅始発の列車が増えるため、本数が増える。朝の時間帯には、3番乗り場で、阿光線番州阿光駅、山陽本線上氷駅発の新快速の増結が実施される。これは、阿光線内においては、ホーム有効調が最大8両編成分しかなく、12両編成の 乗り入れができないためである。下り列車は日中1時間あたり2本あり、姫路始発の普通番州赤行きである。二駅先の愛いおいで山陽本線から分岐する赤行線に入る電車で、愛いおいで上堀行きと岡山方面行きに交互に接続する。朝晩は岡山方面への列車の運行があるため若干本数が増える。また、 当駅止めの列車も日中は1時間に2本存在するが、当駅異性の接続は行われていない。兵庫県統計所によると、近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。当駅が姫路市と伊保郡大市町との境界付近に所在するために大市町からの利用客も多い。ありがとうございます。